えちゃん。はい、ケミくん。一緒に帰ろう。ケミくん。ケミくん、ケミくん、ケミくん、ケミくん。見た見た、あれ美味しそうだよね。飲みたい飲みたい、原宿行きたいよね。行きたい、いいよね。今度いつか一緒に、大人になったら一緒に行かない？行こう行こう、そうしよう。でも寄り道もしたいよね。そうだね、あのコンビニに売ってる熱々のふわふわの美味しい肉まんが食べたいよね。いいね、それ。でも段差があるといけないよね。そうだね。あとお母さんが許してくれるかどうか。あと介護してくれる人も必要だしね。そっか、難しいかな。レースの世界で私もみんなで休みたいです。学校の帰りにやりにくしたいんですよ。やっぱり無理でしたね。でも、まあ、介護の人とか頼まなきゃいけないけど、コンビニとかだったら近いから寄り道できるんじゃない？確かに。私も一緒に行くから、二人で一緒に寄り道しようよ。いいですね、そうしましょう。でも先輩。何？この間のコンビニのことで、話したいことがあるんですけど。ああ、あれか。私たちは、サイズしてくれる人が必要じゃないですか。そうだね。私もこの車椅子、手動だから押してもらう人いないと大変だもん。私も体勢を直してもらわなきゃいけないので。でも、親とか先生についてきてもらうのはちょっと嫌なんですけど。私も親についてきてもらうのは嫌だな。やっぱり、その、二人で行くっていう意味がない感じがするから。でも、ヘルパーさんとかに、ちょっと忙しいかもしれないし。私もヘルパーさん頼めるかわかんないし。ボランティアさんもいるけど、家が割と遠いから来てもらえないし。でも私は絶対コンビニに行きたいから、なんとしても行きたいですね。どうしよう。あ、そうだ、今日ね、萌ちゃんと話してたんだけど、今度あれ、そこにファミマあるじゃん、コンビニに一緒に行こうと思ってて、2人で行こうかなって思ってるんだけど、2人で、2人だったかもしれない。ヘルパーさんとかしてるよね。どうしよう、うん、頼もうと思って。自分で連絡するダメでした。それでは失礼しました。本当ですか？ありがとうございます。では12月7日にお願いします。失礼します。そこの公園行こうか。あんま混ざってなくてキャラメルが合わせない。あ、髪食べた。大丈夫。食べれる。食べる。よかった。ちょっと混ぜる。ねえ、美穂さん。何？次は原宿とか行ってみたいよね。ねえ、あれコンビニ行けたからさ、なんか原宿とかも頑張れば行けそうな気がしてきた。確かに。今度また2人で行こうね。行こう行こう。ね。